大相撲の元大関、貴景勝、28イコール常盤山部屋、が20日、日本相撲協会に引退届を提出したことが分かった。師匠の常盤山親方、元小結び、高見杉、が明らかにした。また、年寄、湊川、を襲名したと相撲協会が発表した。動画、大相撲秋場所初日、御嶽海との元大関対決に臨む貴景勝。 5年ぶりに関脇に転落した今場所は、初日から2連敗して首の痛みで3日目から休場。10勝以上での大関復帰は果たせなかった。休場中に師匠の時和山親方、元小結、高見杉、と話し合いを重ね、決断に至った。大関在位30場所、幕内優勝回数は、歴代大関では海洋、現浅香山親方、の5回に次いで2番目に多い4回。 決定戦で敗れた優勝同点も3回あった。一方で両膝、首、大胸筋など度重なる怪我の影響で角番を計9度も経験。満身創痍、創痍、ながら強い精神力で何度も脱出して大関の地位を持ってきたが、夏場所と名古屋場所の2場所連続で負け越してついに陥落した。兵庫県芦屋市出身、小3で相撲を始め、 小学生の頃から全国大会で活躍。兵庫、法徳学園中3年時には中学横綱に輝き、埼玉栄高では世界ジュニア選手権無差別級優勝など計5巻。3年の秋に高野花部屋、当時、に入門し、佐藤、のしこなで2014年秋場所で初土俵を踏んだ。16年夏場所、19歳で新十両昇進。17年初場所、 新入幕を機に、高景章に改名した。18年秋場所で新三役に昇進し、翌九州場所で初優勝。19年春場所後、22歳7ヶ月の若さで新大関に昇進した。新大関で迎えた19年夏場所で右膝を負傷し、2場所連続球場で関脇に転落。1場所で復帰し、そこから約5年間大関の地位を守った。 その間に3度の優勝を果たし、何度も綱取りに挑んだが番付の頂点には届かなかった。幕内優勝4回、十両優勝1回、幕下優勝1回、序二段優勝1回、序ノ口優勝1回、主勲賞3回、関東賞2回、技能賞2回。金星3個、幕内成績353勝219敗119。 通算成績441勝254敗119。28歳1ヶ月での引退は、平成以降に昇進した大関、横綱では最年少。大正以降でも総羽黒24歳4ヶ月、大受け、27歳1ヶ月、玉の海、27歳7ヶ月イコール死去、に次ぐ若さでの引退となる。